エレーヌ・グリモーは、フランスのピアニスト。1969年11月7日、フランスエクサン・プロバンスに、ユダヤ系の言語学者の家庭に生まれる。7歳でピアノを、はじめ、9歳で、エクサン・プロバンスの音楽院に入学、J. クルティエに指示。その後、マルセイユで、ピエール・バルビゼに指示。1982年、13歳で、パリ国立高等音楽院に入学。 ピアノを、ジャック・ルビエ、室内音楽を、ジェヌビエエブ・ジョアに学ぶ。1984年録音デビュー。1985年、ラフマニノフの、ピアノ・ソナタ第2番の録音により、モントルーのディスク大賞を受賞。同年、パリ音楽院研究科に進み、ジェルジ・シャンドル、レオン・フライシャーに学ぶ。1986年、エクサン・プロバンス音楽祭に、出演。 1987年よりプロのソリストとしてパリで活動に着手し、ダニエル・バレンボーイム式のパリ管弦楽団と共演。以後、欧米著名管弦楽団に連続的に客演し、世界各国で演奏活動。1990年クリーブランド管弦楽団の招きで北米デビュー。翌年21歳でアメリカ合衆国に移住。フランス人であるが、 フランス近代を音楽に挿して興味がないこと、ドイツロマン派音楽にとりわけ魅了されることを明言している。ラフマニノフ以外のレパートリーは、ベートーベン、シューマン、ブラームス、ラベルのピアノ競奏曲のほか、リヒャルト・シュトラウスのブルレスケとブラームスの好奇商品集がある。ドビュッシーなどのフランス人ピアニストの伝統的レパートリーにはあまり取り組んでいなかったが、近年では、 同作曲家のピアノ曲をリリースするようになったほか、バッハやリストも最近取り組むようになった。ショッパンについては来日した際にマウリツェオ・ポリーニが演奏しているのを聞きに行き、それをきっかけとして演奏するようになった。両親は共に大学教授。本人は大学で動物性大学を学ぶ。1999年、ニューヨークウルフセンターを設立。 ニューヨーク州郊外で野生狼の保護活動に取り組むようになる。現在はニューヨークでの生活の一方で動物学を学び、狼の生態を研究しながらその養育を続けている。共感覚の持ち主としても知られる。著書に野生の調べがある。ありがとうございます。